3月。3月の他の配信情報、ありがとうな、お前。天チーム豊胸がバレて胸がでかくなり、下着、天チーム豊胸がバレて胸がでかくなる、下着がボロクソ言われる。天チーム炎上したんだから、3月。あいつげ、よかったな、やっぱ。俺大嫌いだけどさ、ライバルだからさ、いなくなったら寂しいんだよ、ああいうやつは。しかも、加藤純一27時間やるようの天チームとの話をして、胸の話をする切り抜きが爆伸びしたらしい。天チーム胸で検索するやつが多すぎて、そういう伸ばし方か。来年はそれも使っていこうだな。おい。俺今なんかすごい雷落ちたぞ。お前数年前に天チームの包茎を見に来た。いや、あれ包茎だろ、どう考えても。信じてないやつはバカだろ。胸なんて急に大きくなんねえ。俺が教えたのか。脂肪っていうのは、タイツなんだよ。タイツを着込んでいくの。脂肪って。ある局所的に、増えるってことはないんだよ。意味わかるか？全体的に増えていくの。タイツ。タイツを何枚着るか。で、そんな局所的に増えるってことは、入れるか抜くかしかないの。局所的に増えたら、それは脂肪ではなく腫瘍だよ。そうだよね。だから俺は天チーム悪くないよって変わった気がする。そんなの騙されてるやつが悪いんじゃねえか。天チームの切り抜き85万再生。ちょっと見てみましょうか。俺めちゃめちゃ天チームの話してるじゃん。ねえ、ちょっと待って。加藤純一スペース、胸スペース、天チームで調べたらさ、もう10個ぐらい出てくるんだけど。好きじゃん、俺。もうこいつのこと。あ、加藤純一 VS 天チーム、これか。あー、これか。でも、その直後の天チームが大麻と放棄したことがバレてる、炎上してる件も85万再生してるぞ。で、その後の、ケンチムがしくじり先生で号泣してた話がの、っていうタイトルが、完全に、テレビのキャプチャーを泥棒して、俺がこれでヒヒって笑ってるやつが60万再生。あいつ金になるな！来年ちょっとあいつ、あれしてっか。乗っかってっか。キラーコンテンツじゃねえか。俺の中での。なんかでも、じゃ、一個だけ、じゃ、最近の俺の中の天チーム表。ね、あいつなんであんなさ、顔ピカピカなの？マジでやめてほしい。なんか、あれ？なんか、油？なんか油かなんかから出てくんの？あいついつも。なんか、すげえ顔油だらけじゃない？なんか、キャバクラとかで、なんか YouTube 誰が好きなの？みたいな話になって。いや、私、女って結構天チーム見るとか言うじゃん。で、毎回聞くのは、俺だからの鉄板悪口があって、あいつなんか顔ベタベタじゃねえっつうとめちゃくちゃ受けんのね。いや、そういうメイクだから、お前なんか、世間から思われてるぞ。キャバクラ、夜の世界の女から笑われてるぞ、天地。それ気をつけような。お互い。めちゃなんか、じゃ、油じゃない。あいつメイクだってメイク。なんかさ、キラキラの、ローションみたいなメイクしない、あいつ。油メイクみたいな。そんな、なんかね、あるんだって。小雪もテカテカだった。小雪、そう、坂口健二の、小雪も、確かに、天地部か小雪だよな。あんななんか光ってんの。なんであんな光ってんだろうな。お前、アヤナと天地部が嫌いって前から言ってた。うん、でも最近はむしろなんか天地部は別に嫌いじゃねえわ。なんか俺は、認めてる、あいつだけは。俺、天地も女だと思ってねえから、マジで。あいつ男だから。本当に、ライバル視してる。負けたくない、天地に。でも、あやでも普通に嫌いかも。シンプルに人間として嫌いかも。7月、フランスでひろゆきが散歩配信をしてたところ、中国人と間違われ、差別発言を受ける。Get away!Fuck you!Get away!僕、中国人じゃないですよ。で、おなじみのあの切り抜きだよね。そんな感じじゃなかったっけ？